子どもたちに武道の魅力を感じてもらおうと20日、愛媛県武道館で令和元年度武道体験フェスタが開かれました。この催しは愛媛県スポーツ振興事業団と県内の武道団体が共同で開いているもので、まずは気軽にどのようなスポーツか実際に体験してもらうことで武道への理解を深め、県内の武道の普及と振興を目指すものです。武道館の中に設けられた各武道団体のブースでは、指導員の皆さんが基本動作などを熱心に教えていました。県内の武道団体の講談社の方に、愛媛県武道館で、来ていただいて、武道未経験の子どもたちや、いろんな方に、体験してもらうというイベントになります。普段見たことのないような弓道でしたり、薙刀だったりとか、そういうちょっと珍しいような武道を経験できるので、いろんな種目を皆さん、体験されたんじゃないかなと思います。愛媛県武道館では武道を中心に、他のスポーツもそうなんですが、競技人口の拡大、底辺の拡大ということで、いろんな体験していただく機会を提供して、小さいお子さん中心に、体を動かすこと、また武道、スポーツ、を好きになってもらったらなと考えております。参加した皆さんは思い思いに楽しみながら武道の基本を学んだようです。